遅咲きながらも世界屈指のセンターバックへと上り詰めたヴィルジル・ファンダイク。この動画ではファンダイクの面白いエピソード50連発でお送りします。2022年カタールワールドカップ準々決勝のアルゼンチン戦、 PK 戦へともつれ込んだ試合で1人目のキッカーを務めるも失敗。この試合では18枚のイエローカードが乱れ飛んだが、象徴的なのは89分のシーン。パレデスが相手にボール無視のスライディングを仕掛け、直後にボールをオランダベンチに蹴り込む暴挙。これにベンチメンバーは一斉に飛び出すも、ファンダイクは誰よりも早くパレデスをしばいた。インターナショナルマッチウィークにファンサービス。しかしファンダイクのことが好きすぎてたまらない女の子が、恥ずかしすぎてパパから離れられない。結局顔を一切見ることなくサインと写真撮影を終え、ファンダイクは幼馴染の妻との間に娘がいて自信があったが歴史なお、一度その場を離れて再チャレンジしようとしていてつぼります。またデンマークとの親善試合では、ピッチ脇の車椅子の少年の元に向かい、ボールにサインしてプレゼント。写真撮影も行い、一貫してファンに神対応を行った。ちなみに試合後には少女がピッチに乱入し、ブリントからユニフォームをゲット。しかしそのユニフォームはウクライナ支援のためにオークションが予定されており、オランダサッカー協会が罰金にするかと怒っていた。一方でノルウェー戦後のインタビューでもファンが乱入。これには試合で指を脱臼しているにもかかわらず、巧みに腕を使ってハンドオフ。そのままインタビューを継続し、ファンは警備員に連れ出される。子供には仏のように優しいが、大人にはバチクソに厳しいファンダイク兄貴。そんなファンダイクはオランダ人の父とスリナム人の母のもとに生まれる。幼い頃はバルセロナのファンで、特にロナルジーノに陶酔。後にインタビューで、バルサ2年目はやばかった、ゴールもテクニックも、自分が今こうしてるのもロナルジーニョがいたからと明かしている。なお2022年にナイキのプロモーションで憧れのロナルジーニョと共演。本番では若干頬が緩みがちでじわります。小学校時代、同級生によるとファンダイクは母親譲りの美貌と髪型、明るい性格だったため、いわゆるモテる男子だった。しかしこの頃からサッカーに夢中で、女子に見向きもせず、それよりもロナルジーニョの動画を漁っていた。ファンダイクのサッカー生活は主に父親がサポート。しかし12歳の頃、3人の子供と母親を残して父親が蒸発。それから母はフルタイムで働きながら家事もこなし、決して余裕があるとは言えない環境で育つことになる。後に父親はサウサンプトンの試合に招待されるも、なぜか拒否。しかしながらリバプールへ移籍した頃には、息子を誇りに思うと SNS に投稿する畜生ムーブ。するとファンダイクの弟が、そんなこと言う権利ねえだろと一蹴されてしまう。ちなみにファンダイクのユニフォームのセネームはフィルジル。名字のファンダイクを入れるのが一般的だが、父との確執が背景にある。なお弟と妹はいずれもファンダイク姓を投入して、母親の旧姓を使っている。クラブキャリアはデヨングを輩出したオランダのベムツーからスタート。この頃レストランの皿洗いのバイトで生計を立てていた。料理長によると、ファンダイクはサッカーで稼げないから仕方なくやっている様子。話しかけたけど滅多に喋らなかったよと、あまり馴染もうとしてなかったのよ。でっけえ若者によかれと思って話しかけた料理長が、ちょっとかわいそう。ちなみに実はビルム2の前にはアルワイクに13日だけ在籍しており、後にサウサンプトンへ移籍した際には1500ユーロの連帯貢献金が支払われた。クラブ関係者は、13日の美しい時だった、母と思わぬ印字収入に笑っていた。11年5月移籍した不老人間でプロデビューを飾る。またプレーオフの AD 王戦ファーストレグに右サイドバックで途中出場。エッセイの中、自陣でボールを拾うとサッカー IQ0 のパスを出してしまい、相手チームにアシストしてしまう。これには味方ゴールキーパーが勝ち入れ。しかし実は別の場面でこのゴールキーパーのパスが起点でファンダイク自身がイエローをもらっている。背水の陣で臨んだ ADO とのセカンドレグ、再び失点に絡んでしまうが、後半からフォワード起用されると2ゴールで勝利に貢献。なお試合も無様なフリーキックだったけど、1点は1点と保険をかけたコメントを残した。プロデビューしたシーズンを終える頃、練習中に腹痛を感じて徐々に悪化。病院へ行くのを拒否し、数日過ごすも、チームメイトに連れられ病院へ。その日は異常なしと診断され、帰宅するも容体が急変。緊急手術を受けたが合併症も引き起こしており、数日間を ICU で過ごす。この時遺書も書き残したと明かしており、一歩間違えばあそこで終わっていたかもと振り返っている。医師の尽力により何とか一命を取り留めたい。医者は並外れた体力がなければ乗り越えられなかっただろうと明かしていたのだが、逆に体が弱かったらもっと早く病院に行ったんじゃねえという意見もあったとか。また4ヶ月の療養を経て練習に復帰するとチームメイトからは、こんなに痩せちまって誰だお前とガリガリ大男ぶりをいじられた。ちなみに後の18年ドイツ戦では肋骨2本が折れたままプレー。クーマン監督にリバプールは嫌がってたけど本人がプレーを望んでた
と暴露され、相変わらず痛みへの感覚がおかしい。2013年、セルティックに移籍。当時の指揮官ニール・レノンによると、アイラックス戦を見に行ったら他にスカウトが来てなかった。急いで契約をまとめたよ、と自身のスカウティングを自慢していた。結果、174万ポンドで獲得でき、バチクソなコスパだった。ファンダイクの潜在能力に監督は、練習初日からアンビリーバブルだった、全てを兼ね備えていた、と話し、続けて、初日に言った、お前はすぐ移籍するだろうな、って、当地盾に応援と称賛されてしまう。ちなみにこの頃、本人は、スコットランドなまりの英語に苦戦していた。セルティックでは移籍間もなくレギュラーに定着、フリーキックを2試合連続で沈める。このフリーキックにはネット上で、蹴り方が上手い人のやつ、フリーキック職人、といった称賛のコメントが寄せられる。また、他の試合ではサイドで相手ディフェンダーを股抜きで翻弄するなど、憧れのロナウジーニョバリのテクニックでファンを魅了した。15年7月、プレミアのサウサンプトンからの獲得の噂を聞かれると、セルティックのチャンピオンズリーグ出場が大事、それでも適切なオファーがあって、俺でビジネスしたいなら行動した方がいいだろうね、と言いときたぞ、とやんわり脅しをかけてしまう。同年9月、オランダ人のロナルド・クーマンが指揮するサウサンプトンへの移籍が発表。ちなみにウェストブロムウィッチスカウトのミラー氏も早くから狙っており、当時の監督に彼とサインしなければいけない、契約できれば倍以上で売却できると進言するも無視される。後に、私が間違っていた、倍じゃなくて10倍だったよと明かし、超絶後悔したと語っている。なお、ミラー氏はこれがきっかけでスカウト業から足を洗ってしまう。サウサンプトンでは日本代表の吉田とコンビを組み、この頃のことを吉田は全然ラインを合わせてくれなかった、彼は足が速いからいいけど自分は辛かったと明かし、フィジカルモンスターぶりに苦戦していた。ちなみに吉田の個人トレーナーがファンダイクの体を見ると、これまで見た業界プロスポーツ選手の中でずば抜けてトップレベルと驚きを隠せなかった。さらに練習から1万に帰り、ほぼジムにも行ってないことを聞かされると、えぐいと分かりやすく解説した。16年12月、クラブがクリスマス企画を実施、コスプレ写真が公開される。吉田はカンフー道着に身を包み、集合写真では股割りを披露。そしてファンダイクはあろうことかマンチェスターシティのユニフォームでスマイル。これには一瞬ファンもざわざわしたが、実はシークレットサンタという企画であらかじめ送る相手を決め、誰が誰にプレゼントを送ったかは明かさないルールだった。それよりもポコチン衣装を誰が選んだのか気になります。ちなみに後の年間 MVP 投票ではライバルのマンチェスターシティ選手に投票。これには心までイケメンとファンが称賛された。またこの時はスターリングに投票しており、インタビュアーがファンダイクが投票したことをスターリングに知らされるとジョークだと思ったが、その後はバチクソに笑顔になってた。なお試合では関係なしに潰されていた。17年夏、これまでルークショー、デイアン・ロブレンなど毎年多くの選手を放出してきたサウサンプトンが移籍市場で話題に。話題の中心はファンダイクだったが、会長はファンダイクは今後も長い間ここにいてくれる、キャプテンだし他のチームのユニフォームは着ない、と名指しで占い宣言をされてしまう。結局冬にリバプールへの移籍が発表される。後に自身でチェルシー、マンチェスターシティに行くチャンスもあったと話し、決め手としてはクロップだったと明かし、実際クロップは選手をいい気持ちにさせてくれる、試合後には全ての選手とハグをすると正しい選択だったと語っている。ちなみにチャンピオンズリーグでバイエルンに勝利後、クロップは大興奮で、ファンダイクは素晴らしかった、スキル、力強さ、好きすぎる、彼について本が書けるぞとゴールを決めたファンダイクを絶賛。他の試合でも 100% の確信があって獲得にお金を払った、セインツでもすごかったが世界中が気づいてなかったと褒めちぎる。なおリバプールへの移籍金は7500万ポンドと高額だった。このことにモーリーニョがコメントを求められると、私が記者だったら1年前のコメントについてクロップに質問をぶつけてやると攻撃し、2人の中に水を差す。過去にマンチェスターユナイテッドがポグバを獲得した際、クロップが批判、そんなに金を使うならサッカー界から離れる、とバチクソにフラグが立っていた。リバプールデビューとなった18年1月、 FA カップのエバートン戦、84分に決勝ゴールを決め 2-1 の勝利に貢献。試合後、素晴らしい夜だった、デビュー戦となったダービーで決勝点なんて夢のようだと、いつになく上機嫌だった。この頃ワトフォードのドロリディーニーがインタビューで、ファンダイクが嫌いと明かす。その心は超でかいし超強いし超クイックで足元もある、やつはファイトが大好きだしいい髪もしてると、結局バチクソに褒めちぎる。さらに頭にかけてるスプレーはうっとりするような意味を言いなんだと話し、目がハートになっていた。ちなみにディーニーは20年3月リバプール戦の入場前、エスコートキッズの少年と会話中、ファンダイクを指さし、もし君がもう少しお金を払ってたら手をつなげるのは俺じゃなくてあの人だったんだぞ
ト・ムクな少年に際どいジョークをかました。全部聞こえてたファンダイクの笑いをこらえる後ろでシンは大爆笑していた。18年11月、ネーションズリーグのフランス戦、試合前、冬のドイツのナイター戦ということもあり、選手たちはユニフォームの上にジャージを着用してピッチに登場。ファンダイクはエスコートキッズが寒そうにしているのに気づき、自分のジャージをかけてあげていた。ネット上ではキャプテンの中のキャプテン、男の中の男、マジモンのおかんと称賛するコメントが相次いだ。同月のドイツ戦は 2-2 の引き分けに終わるが、試合後の振る舞いが話題になる。涙を浮かべるシーンにファンダイクは何かをささやき抱きしめていた。このシーンを聞かれると、彼は母親を亡くしたばかりで打ちひしがれていた。彼にはいいジャッジだったと伝えたよ。大したことじゃないが、彼の助けになればいいとプロフェッショナルな対応について語った。この頃インタビューで、ラモスは偉大な選手でリスペクトもあるがベストじゃない、チームメイトのバーンがお気に入りと物議をこもす発言。前のシーズンのチャンピオンズリーグ決勝でセルヒオ・ラモスと交錯したサラーが負傷退場、遺恨が噂されていた中、無邪気にコメントしていた。そんな二人はカタールワールドカップの開催期間中に再会。サラーはラモスとハグを交わし、嫌な表情一つ見せることなく大人な対応を見せた。19年3月、フラム戦、降格圏に沈む相手に 2-1 の新勝で、失点シーンでは自身のバックパスをオランダ代表の同僚バベルにかす触られる痛恨のミス。試合後、失点シーンを問われるとバベルに自信をつけてあげようとしたとジョークを飛ばす強メンタル。ちなみに後のワトフォード戦でもバックパスからあわやを思うという場面があり、この時はクロップがブルブル震えていた。同月、マンチェスターユナイテッドの監督にスール・シャールが就任すると、ファンダイクも思わぬ影響を受けてしまう。実は現在の家の持ち主はスール・シャールで、暫定監督の間は単身赴任だったものの、今回の正式就任で追い出されることに。引っ越しを余儀なくされるファンダイクの一方、スール・シャールは12年ぶりに自分の家に住めるとウキウキだった。同年4月、カーディフ戦、ミルナーが得点後、杖をついたお年寄りのようなパフォーマンスを披露。ミルナーは試合後、ファンダイクがいつもジジイといじめてくるからやったとファンダイクに抗議を示したものだと明かす。他にも古い時代の白黒画面のサッカーが流れてると、ファンダイクはテレビを指さし、ジジイお前何番だとミルナーをバチクソにいじっていた。同年6月、トッテナムに勝利しチャンピオンズリーグ優勝を果たす。この試合ではソン・フンミンの中央突破を阻止、飛び込まずに自分の前で勝負する圧巻のプレーだった。ちなみにこのシーズンのリーグ戦では数的不利の状況でパスが出ないよう警戒しながらストップ、その理由をソンにボールが出ると仕留められるから判断したと明かし、実力を認めていた。チャンピオンズリーグ優勝後の記者会見に現れると、ビールを片手に席につき躊躇なく飲み、会見の途中でも飲み、スポンサーの商品の宣伝をしっかりこなし、プロの役割を全うした。同年9月、ニューカッスル戦、3-1で勝利した試合では72分のサラーのゴールシーンが話題に。ファンダイクはシュートの前から両手を上げて歓喜。これには海外ファンも、彼は分かっていた、信頼度がえぐい、ファンダイクのこういうとこ好きと賛同するコメントを寄せた。この頃リバプールファンへのドッキリ企画に登場。出生時の低酸素脳症で苦労している男性の兄からの相談で、職場にサプライズで現れるというもの。ドッキリ成功後、練習場にも招待し、サラーやクロップらと対面。さらにリバプールスポンサーからはクリスマスの試合チケットのほか、全てのアウェーゲームのチケットと遠征費までプレゼントされ、太っ腹ぶりがプレミアだった。同年12月、メッシが6度目のバロンドールを受賞。発表の瞬間、ファンダイクと言葉を交わしたほか、裏ではがっちり握手。ファンダイクは2位に終わり、少しがっかりしたが最高の夜だった、あまり会話はできなかったが十分分かり合えたと満足げだった。ちなみにクロップはファンダイクがバロンドールを取れず怒ってた。なお3位だったクリスティアーノ・ロナウドは授賞式を欠席。発表前に記者から、ライバルが1人減ったねと問われたファンダイクは、彼がライバルだったのかいとジョークで切り返した。しかしこれにロナルドはねがぶち切れ、 SNS にバチクソに長いメッセージを投稿し、弟の方がエグいと反撃。もう1人の姉も便乗し、こちらはメッシが弟以上に何を勝ち取ったのかわからないとなぜかメッシに噛みついていた。なお実際にはジョークの後にフォローをしており、切り取り方に問題があった。それでもファンダイクは SNS に、メッシとロナルド2人の偉大な選手と同じグループに入れたことを誇りに思うと一応火消しの投稿をした。この騒動が発端かは不明だが、後にファンダイクがロナルドには胸でどつき、メッシには肩を組む動画が拡散された。20年3月、新型ウイルスの影響でリーグは中断。この頃 SNS でファンと交流し、マークするのが難しかった相手選手はと聞かれると、セルヒオ・アグエロと答え、変わらず試合が止まらない。実際に前のシーズンの対戦ではゴール以外でもアグエロに翻弄されたシーンがあった。
ほどなくしてクラブでの練習が再開。ロンドで股抜きを決めると両手を挙げて大はしゃぎ。また練習では暇さえあればチームメイトの股抜きを狙っており、成功すると今の取ってたとカメラに聞いて上機嫌。とある試合後のアリソンのインタビュー中には、ライトをパチパチしてアリソンと記者を困らせ大爆笑していた。同年9月、無観客で行われたネーションズリーグ、オランダ代表の公式 SNS がファンダイクのコーチングをまとめた動画を公開。絶えずチームメイトを鼓舞し、その声量に注目が集まる。ちなみにセインツ時代のチームメイト吉田は、ファンダイクの声について、声がめちゃくちゃ通る、バシッと指示を出せばグッと皆に伝わる、とならがら声で羨ましがっていた。同年10月、エバートン戦、開始10分でピックフォードのタックルで負傷退場、長期離脱する大怪我で、これには敵将アンチロッティも公式サイトで謝罪。またこの試合ではリシャルリソンもラフタックルで一発レッド、2人には誹謗中傷が相次ぎ、警察が動く騒ぎになった。なお、ファンダイクは SNS で、困難な時にこそチャンスがある、できる限り早く復帰するため全力を尽くす、とファンにメッセージを送るにとどまった。また後に復帰に向けたトレーニングの様子も公開し、ファンにウインクし、順調な回復ぶりをアピールした。2122シーズンの開幕戦となったノリッチ戦、復帰戦を 3-0 の勝利で飾る。なお、リバプール移籍後、ホームでのリーグ戦無敗記録を続けており、10月のリーズ戦で負けるまで70戦無敗だった。22年1月、カラバオカップ準決勝のアーセナル戦、マルチネッティのドリブルをクリア、すると勢い余って激しく接触。ファンダイクはマルチネッティを見下ろし、ハヨタテやとばかりにバチクソな笑みをこぼす。同年2月、カラバオカップ決勝のチェルシー戦は 0-0 のまま PK 戦へ。3人目のキッカーとして登場すると、相手ゴールキーパーケパは中央ではなく右寄りにポジションを取って駆け引き、ファンダイクは迷いなくケパ側に打ち込み成功、 PK 戦を制し優勝を果たす。ネット上では、この心理戦で左に蹴るとかだけも動じなくてえぐい、その目つきをとファンを沸かせた。同年8月、30年ぶりの再会に沈んでいたマンチェスターユナイテッドに 1-2 で敗れる。失点シーンでは味方がかわされると距離を詰めずにゴールを許す。これにおじいちゃんからなんで前でねえんだよと激詰めされる様子がバッチリ撮られていた。これにはメディアからもなんで見てるだけなんだ、ゴールを最前列で観戦と叩かれた。23年6月、マンチェスターシティの明け、デブライネとワカンス中の模様が報じられる。実はデブライネとはパパ友で、子供が同じ学校に通っている。そのため、以前にもクラブで仲良く遊んでいるところが目撃されている。この時のデブライネの美白具合に注目が集まり、ネット上では、マスキングテープ貼ってるんだろ、シーズン前に日焼けしてこい、8、9月は日焼けで出れないな、とコメントされ、海外ファンにバチクソにいじられていた。というわけで、ファンダイクの50のエピソードを紹介しました。この動画が面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。感想やあなたが好きなエピソードもぜひコメントでお聞かせください。皆さんのコメント、毎日見ています。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。